兵団拠点を設置するのはここか。クソみてえに荒れてやがる。兵長、後続の本体は予定通り到着できそうですね。やる。よし、エルヴィンの到着までだ。うざってえ奴らを片付けるぞ。邪魔だ。さっさと肉を削いでやる。邪魔だ。そろそろ時間だ。急いで。手出しなよ。おとなしくしてろ。了解しました。縁談。苦戦してやがるのか。まとめて相手してやる。やる。巨人を倒し、辺りを制圧しなければ。まとめて相手して。まとめて相手して。俺は次に行く。ここは任せたぞ、エルド。兵長、わざわざすみません。これで補給班を展開できます。おとなしくしてろ。了解しました。救援要請か。無視はできねえ。本体の基地まで。ここまでだ。合流する。さすがです、兵長。私もお役に立てるよう頑張ります。さっさとエルヴィンと合流しねえとな。助かった。
ルーン。前の鼻は確かだから気をつけろ。目標地点に巨人を確認。サイン、警戒しながら展開せよ。援護班は中心部の巨人を誘い出し、町の外側で確保撃破せよ。リヴァイ、我々は中心部を制圧し拠点設置箇所を確保する。行くぞ。了解だ。巨人が多い。リヴァイ、補給を怠るなよ。俺たちを追ってこない。飛行士だ。あいつがいちゃ拠点は気づけねえ。さっさとやるぞ。救援要請だ。行くぞ。面白い暮らしやがって。報告、飛行士が再び出現。補給班が狙われています。補給班が壊滅してはまずい。リヴァイ、飛行士の対処を優先しろ。腹をくくれ。次から次へと。まだ殺され足りねえか。町の中心部を制圧しないことにはキリがありませんね。補給班は無事だな。各班、兵站拠点の設置にかかる。まとめて相手。どんな巨人だろうと倒しやし。邪魔だ。索敵班の連中だ。嫌に慌ててやがる。また新たな巨人が合流しましょう。ああ、承知した。おとなしくしてろ。兵長、俺のためにありがとうございます。
かあるんだ。救援要請ね、助けに行かないと。行く。お前ら腹をくくれ。俺たちに引き寄せられてきたようだ。ふざけた真似をする前に仕留めるぞ。巨人の様子がおかしいな。南側の巨人のところに集まってるのか。あいつらも貴公子だったのか。合流されると面倒だ。止めるぞ。巨人どもめ、ぶっ潰してやる。リヴァイ兵長、助かりました。おかげで補給班を展開できます。まだ貴公子が嫌がる。軍隊、周囲をしっかり見張ってろ。了解しました。ここはお任せを。どうした、化け物。邪魔だ。おとなしくしろ。こんなに貴公子がいるんだから、一体ぐらい生け捕りにしても。ダメだ、巨人を捕獲してる余裕はねえ。面倒を起こすんじゃねえぞ。まとめて相手して、おとなしくしてろ。おとなしくしてろ。行く。手出すなよ。おとなしくしてろ。ああ、承知した。どうした、バケモン。お前ら腹をくくれ。その調子だ。拠点設置完了まで巨人を近づけるな。まだ巨人が。こんなに立て続けに戦うなんて限界か。下がって構わねえぞ。いえ、兵長、やります。やらせてください。まとめて相手して。厄介なのが出てきやがった。まとめて相手して。俺の手
俺たちの勝ちだ。みんな、よく言った。さすがは特別作戦班だな。当然の仕事です。やめてよ、団長にバカだと思われるでしょ。残念、もうこの辺りに巨人はいないってさ。それでいい。今回の調査ではさらに先まで進む。そんな、あの子たちの死体を調べる暇もないのかい。いいかい、そもそも巨人の死体が蒸発するメカニズムってのはって。エルビン、あのクソメガネはほっとけ。ああ、志願しなくまでの進軍ルートを一日でも早く確保する必要がある。行こう、我々に課せられた使命を果たすんだ。やれやれ。な、やれやれ。巨人が怖くて兵士が務まるかよ。今のうちに休んでおこう。
うん。頼むよエルヴィン、巨人の正体を突き止めるのは調査兵団本来の任務でしょ。それには巨人の捕獲が絶対に必要なんだ。今回こそ。何度言えばわかる。捕獲作戦に兵を割くだけの余力はない。却下する。巨人です。平原より近づいてきます。総員警戒態勢。エルヴィン行かせてもらうよ。待て、ハンジ。巨人のみんな、今会いに行くよ。分団長、一人では危険です。リヴァイ、追え。チッ、バカが。リヴァイ、お前はハンジを追え。本隊はここで兵站拠点の設置を続ける。あのクソメガネ、世話やがせがる。平地では立体機動装置は活かせない。できる限り戦闘を避けろ。分かってる。馬があれば追いつかれねえよ。大機動できる場所まで移動するぞ。死にたくなきゃついてこい。了解です。分隊長、行きますよ。ちょっと邪魔しないでほしいな。面白い図がしやがって。仕方ないな。他を探そう。悪いな。いい被験体になってくれる子はいるかな。くそ、あいつまたどこか行きやがった。分隊長を止められなくて申し訳ありません。救援要請か。無視はできねえ。面白い暮らしやがった。どうした化け物。邪魔だ。邪魔だ。あの縁だ。テトラからだ。おとなしくしてろ。
まとめて相手して。どうしたか、化け物。俺の敵じゃない。巨人がうろついていて、物資を回収できん。おとなしくしてろ。援護、感謝します。これで物資を確保できます。すぐ次の巨人が来る。急げ。物資を確保できたようだ。補給班、予定通り展開せよ。おとなしくしてろ。拠点設置のための物資を配送で調達中だが、巨人が邪魔だ。手伝え。まだ近くにいるはず。あれか。ヘラするなよ。私も行きます。ヘラするなよ。まとめて相手して。ヘラするなよ。おとなしくしてろ。了解です。まとめて相手してしてろ。
おとなしくしてろ。村の方へ釣り出す。手を貸せ。倒していいんですよね。援護します。リヴァイ、また邪魔するのかい？協力してくれよ。邪魔だ。おとなしくしてろ。悪い。次こそいい子を見つけなきゃ。今会いに行くよ。どうして化け物。待ってください、ハンジさん。あ、行っちゃいました。何が巨人捕獲作戦だ。俺の敵じゃ。勝手に動き回りやがって。巨人の捕獲、記録だと15年以上前に成功したきりなんですよね。苦戦してやがるのか。行く。巨人を排除しなければ物資は確保できないか。あの縁談はまたクソメガネの仕業か。あそこにいるのはオルオか。お手を煩わせて申し訳ありません。これで物資を確保できます。任せたぜ。
邪魔するなら削いでやる。おとなしくしてろ。リヴァイ兵長、助かりました。すぐに物資を回収します。ああ、頼む。悪いな。補給班から助かる。てると思ってんのか。おとなしくしてろ。あの人、正気じゃねえよ。マジでおかしいって。そうだけど、そろそろ慣れようよ。ハンジさん、昔から変わらないじゃない。巨人のクソになりてえな。一人でやれ。片付けるぞ。お前ら、腹をくくれ。まとめて相手して。ハンジさんの班にはなりたくないかも。危険体になったのに。黙れクソメガネ。部下を危険にさらすな。兵長、ハンジ分隊長、あの、あそこに。なんだ。34回目の腕章。壁外調査で死んだ兵士だね。名前はイルゼラングナ。この兵士の手帳か。見ろ、最後に遭遇した巨人に関するメモがある。意味のある言葉を発した。表情を変えた。私に敬意を示すような姿勢を。おそらく人類史上初めて私は巨人と意志を通わせ。彼女を殺した巨人は姿勢を持っていたってこと。これはイルゼラングナーの。
ほう。感情に任せれば早死にする。やれやれ。ほうほう。なんてこった。